これからどうするんだ？クイクを家まで送って、ちゃんと休むよう見張っててくれって父さんと母さんに頼んでくる。まるで囚人ね。家屋の集いに帰らなくたって1日か2日休めば大丈夫だってば。お前はいつも大したことないと言うが、まさにそういう大したことないことが大きな問題に発展するんだ。お前を宿で休ませたとしよう。アビスの襲撃を知らせる警報が鳴ったらすぐ現場に駆けつけるだろ。絶対に宿から出ないって約束するわ。ほう、わかった。お姉ちゃんの言う通りだわ。自分でも無理って思ったもの。医者としてどんな状況でも患者さんを放っておくわけにはいかないの。この命がある限りね。情けないけどその通りね。ひひ、初めて会った時お前必死になってチャスカを止めてたもんな。私は医者よ。危険を顧みずに無茶する人がいたらそれが誰だろうと止めるわ。怪我してほしくないんだもの。なら私の心配も分かってくれ。医者と患者よりも近しい関係じゃないか。お前たちやっぱり似てるな。どこがだ。私は常にリスクと代償を把握している。冗談じゃないわよ。お姉ちゃんたらあるのは根拠のない自信だけで、しくじったら言い訳ばっかり並べるんだもの。おい、デタラメを言うな。あら、そう。じゃあ実例を述べてあげようかしら。ストップストップ、おいらさっきの発言は撤回するぞ。気にするな、パイモン。喧嘩もコミュニケーションのうちだ。私たちもお互い気に留めていない。そうそう、これまでお姉ちゃんからはいくつも学ばせてもらったわ。例えば感情に任せて行動するとかね。ま、家族だからしょうがないけど。引っかかる言い方だな。これって仲直りしたのか。どちらかが妥協しない限り、いつまでも私たちは平行線だ。でもだからといって敵対してるわけじゃない。そういうこと。お姉ちゃんが白旗をあげるまで気長に待ってるから。好きにしろ。さ、そろそろ帰ろう。じゃあまたな。問題がなければすぐ戻ってくる。そこまで急がなくても、家族とゆっくり食事ぐらいしてきたらどうだ。またね、旅人パイモン。体に気をつけて。ひひ、あいつらすぐに仲直りするんだろうな。いろいろ情報も集まってきたし、ここらで一旦整理してみるか。ごめんごめん、また変なタイミングで邪魔しちゃったお、気まずそうな顔してどうしたんだよ。オイラたちに何か用事か。じゃあ休憩を邪魔しちゃったお詫びに、今度炭焼きステーキをおごるから。うわー、何なりとご指示を。指示だなんて大げさよ。私たち友達なんでしょ。今回はある情報を伝えに来たの。この前別れる前にした話覚えてる。おう、オラルンの魂が不完全だって話をしてたよな。あとナタを救うためにオラルンは役立ちたいと思ってるって話も。お前と別れた後さ、オラルンは隊長のところに戻ったんじゃないかって旅人と話してたんだ。お前はどう思う。ええ、その推測は正しい。ついさっき証拠も手に入れた。オラルンが帰ってきたの。しかもあの子ったら名園の主の拠点防衛戦にも参加したのよ。え、帰ってきたのか。計画から手を引いてって言ったけど聞く耳を持ってくれなかった。成功まであと一歩だから諦めるわけにはいかないって。今回帰ってきたのは
名園の主のためなんですって。集落を離れたのはナタのためとも言ってた。捕まえなかったのか。激しい防衛戦の真っ最中だったし、敵から部族を守ることで精一杯で、あの子のことにまで気を配る余裕がなかったの。それにあの子も私を警戒して距離を取ってた。捕まえに行こうと思って隙を狙ってはいたけど、とてもそんな状況じゃなかったわ。はあ、ばあちゃんって呼ばれてるくせに結局何の役にも立てなかったわ。元気出せよ。あいつにとってお前と名園の主のみんなは家族なんだろ。苦労して育ててきてやったんだろ。そうね。今回あの子の姿を見てふと思い出した。小さい頃もあんな風に集落中を走り回って、人様のお宅に上がり込んでは我が家のように遊んだりしてたなって。あの子は名園の主の子供で、ナタの子供なんだもの。子供が家族のために何かしてあげたいって思うのは当たり前かもね。それに私の弟子だもの。あの子のトリックなんて私には余裕のよっちゃんよ。ってことは、ほら、オロルンの魂は不完全でしょ。だからあの子の魂が安定するようにお守りを持たせてあげてるの。効果を発揮するのはお守りにはめ込んである宝石なのよね。そろそろ取り替えなきゃいけない頃なんだけど、あの子に近づく術がないでしょ。だから物資補給袋に入れて名園の主を支援しに来てたイファに渡して、オロルンに届けてもらうよう頼んだの。あ、イファってわかる？え、知らない？地元で超有名な獣医でオロルンの友達なの。しょっちゅう私にいろいろ届けてくれるのよ。事情を知らないイファは素直に預かってくれたわ。オロルンは袋から宝石を取り出してお守りに付け替えるはず。あの子にとってとても大事なものだから、きっと宝石に細工されてるって疑うでしょうね。でも正解は袋の方。袋に触れた瞬間、オロルンの記憶は取り外された古い宝石にコピーされる。へえ、そんなこともできるのか。すごいな。私だからこそできることだけどね。あの子が君の魂を八神の国に引きずり込んだ時の術だって、私にかかればちょちょいのちょいなんだから。あの子が私の細工に気づくことは絶対にないわ。つまりこの中にはオロルンの記憶が入ってるのか。私と駆け引きだなんて100年早いっつうの。さすがグラスバーバー。早くあいつが考えてることを覗いてみようぜ。そうよ、真相を突き止めたらこっぴどく叱ってやるんだから。ねえ、こんなおばあちゃんやっぱり嫌われちゃうかしら。正直に言って、慰めてくれなくてもいいから。難しいな。おいらにはおばあちゃんなんていないし。なんて頼りない家族なんだろうってつくづく情けなくなるわ。昔の儀式のことも今回だって全然あの子の役に立てなかった。でも今を逃せば500歳になっても今日の光景が夢に出てきて、ムカつきながら目覚めることになっちゃいそう。確かにハッと目が覚めてその後泣くかも。ってそんなわけないでしょ。おい、火に油を注ぐなよ。だから真相を明らかにしないと。あの子が簡単に怒って遠い田舎に引っ越すことになっても私は平気だって。おばあちゃんが孫を守るのは当たり前でしょ。きっと後悔しない。一人で大丈夫か。一緒に行ってやろうか。え、来てくれるの。
オイラたちにも理由はあるしな。例えば、そうそう、あいつの記憶の中にファデュイに関する手がかりがないか確かめないと。君たち、よーし、一緒に行きましょう。途中で引き返すのはなしだからね。うん、安心しろ、オイラたちはプロの冒険者だからな。うんうん、そのプロ根性が大事よ。じゃあこれからあの子の記憶にこっそり潜り込むからね。うえ、すっごく後ろめたい気分。こうするしかない状況だったってこと、君たちが証言してよね。準備はいい？君たち、このところぐんぐん育ってるな。大きな大根になってくれよ。それからイファは君を場所ばかり取っているというけど、僕からしたら君は立派な木だ。そうだろ？よう、オロロン、元気か？おかんびおじさん、元気だよ、おじさんは。相変わらずさ、また野菜たちに名前をつけてやってたのか。いや、ただの世間話だよ。それは面白い。で、野菜たちはなんて？もうすぐおじさんが来るって。あと、野菜と果物を持たせてあげてねとも言われた。それはそれは、またうまいもんをくれるのか。ああ、そうだ。昨日イファに会ったんだが、あいつの預かってたチャスカの竜がお前の大根畑を荒らしちまったそうじゃないか。イファと喧嘩してないだろうな。してないよ。でもどんな手段を使ってでもイファには謝ってもらうけど。おじさんの分はもう包んであるよ。どうぞ。本当に俺が来るって分かったのか？そりゃすごいな。明煙を灯すと幻影の中に道が見えるというから。じゃあ最近突然出てきたあいつらも見たか？突然？いや、見ていない。ファデュイが来たんだ。お偉いさんらしき奴は見るからにすごいオーラを放ってた。手下はそう多くないが精鋭ばかりらしい。人探しをしてたみたいだったが、誰も話しかける勇気がなくてな。見かけたら気をつけろよ。名園の主の者のようだな。なぜこんなところに一人で暮らす？離れた場所で静かに暮らすのが好きだ。君がファデュイのお偉いさんか？そう表現しても間違いではないな。人を探しているのだ。お前も耳にしたことがあるかもしれん。シトラリという人物だ。ばあちゃん？よそ者が一体なぜ？ああ、聞いたことはある。彼女に何か用か？情報を隠そうとしているな。お前に聞いても仕方がなさそうだ。教えてくれる気はないのだろう？見透かされている。こうも簡単に諦めるのか。待て、シトラリを探している理由を教えてくれ。それは言えんな。自分のやり方で探させてもらう。一体なぜ？まさかファディとばあちゃんの間に何か関わりでもあるのか？何か企んでいるのかもしれない。ついていって確かめないと。
地脈の観察と探査をしながらばあちゃんの情報を集めているようだ。でもナタを信仰する意図はなさそうだな。何も好転の兆しが見えない。エンジンは約束を守らなかったということだな。大将様。ん？大した脅威ではない。気にするな。僕がつけてきたのに気づきながら眼中にもないのか。あいつがとてつもなく強いということはわかる。でも何か常軌を逸した部分があるような。言葉では表せないが、ある種の共感さえ覚える。どうした？すみません、急にめまいが。地脈が乱れたせいで外にいてはいけないものが未だうろついているらしいな。待て、なぜ名炎の主の不術を。しかも溢れ出した魂を地脈に送り返した。至難とも言える技をいとも簡単に。ばあちゃんを探している理由とも何か関係があるのか。だいぶ良くなりました。ありがとうございます。気にするな。引き続き情報を集めろ。常に警戒を怠るな。アビスはいつ襲ってくるかわからんからな。異常に気づいたら演習の通りに戦えが、勝敗にこだわってはならない。情報伝達が優先だ。はっ。ファデュイもアビスの力と戦っている。一体なぜ。もしかして最初から悪巧みなんてなかったのか。あれからずっと後をつけてるけど、あいつら僕のことなんてまるで眼中にない。大した自信だな。部下からは隊長と呼ばれているようだが、聞いたことのない名前だ。ここは競技場の近くだが、今日は一体何をするつもりだ。二人は俺についてこい。残りの者は計画通り待機だ。各隊に知らせろ。もし俺が目的を果たせなかったらすぐに撤退だ。競技場に入るのか。でも中にはエンジン様が。待てよ、まさかエンジン様に会いに来たのか。隊長様、無礼を承知でもう一度確認させてください。本当に計画を実行されるのですか。傍観は終わりだ。そろそろバトンを渡してもらわねばな。ナタに残された時間はそう長くない。かしこまりました。ためらいもなく競技場へ入っていった。一体何をするつもりだ。くっ。互角だ。このままでは勝負なんてつきそうもない。まだ戦い続けるつもりか。これは地脈の近くでも同じ気配がした。微弱だが魂が溢れ出している気配だ。だがどこから。ばあちゃんを探していたのはそのためか。あいつが死んだら手がかりが途絶えてしまう。止めないと。
まさかあのような目くらましが本当に役立つとはな。どれだけ濃い霧だろうと、太陽が存在する限り昼が夜になることはない。あの方はできないのではなく、そうする気がなかっただけだろう。君に残された時間はもう長くないぞ。その上怪我まで負った。次はどう打って出るつもりだ。お前の価値をもう一度検討すべきかもしれないな。ここから何かを聞いたのだろう。無理するな。エンジンと張り合えたのは君が初めてだ。やれやれ、手を出すには最悪のタイミングだと思わなかったのか。後をつけられていることはとっくに分かっていただろう。なぜ手を打たなかった？森の中を歩いていると野獣に遭遇することがあるが、どんな奴にも飛びかかってくる勇気があるわけではない。だがその野獣に君は助けられた。何が欲しい？何かが欲しくて助けたわけではない。僕の魂は人よりも敏感だから、血脈が弱っているのはひしひしとわかる。エンジン様がどんな対策を取っているのか知らないが、本当にナタを救えるのか。君がエンジン様に突きつけた問いは、そんな僕の心の声を代弁していたように感じた。だから君を助けるべきだと思った。ふん。なるほど。隠し事が得意なだけではないらしい。だが自分がどれほど無謀なことをしたかわかるか？わかっている。もう後戻りはできない。君を助けたことで僕は窮地に立たされている。競技場で公然とエンジンに挑んだ君を得意の術で助けた。エンジン様は名演の主の不術だと一目でお分かりになっただろう。僕は君と同じ船に乗ってしまったんだ。俺の意見を聞くつもりは毛頭ないようだな。今さらそんなことを言ったって手遅れだ。ことの発端から教えてくれ。なぜシトラリを探している？彼女と知り合いなのか？その前にお前は誰だ？あの時の反応からして彼女を知っているな。シトラリは僕の家族で師でもある。先ほどの不術も彼女が教えてくれたものだ。だから僕は彼女を守る責任がある。ほう、彼女を守りたいなら俺がエンジンの手で死んだ方が都合が良かったのではないのか？だがお前はそうしなかった。もっと分かりやすい説明が必要か？僕はナタの現状を変えたいと思っている。自分の手で何か成し遂げたいんだ。君は相当な変わり者に見えるが、僕に道を示してくれそうな気もする。変わり者か？ふん。名園の主に伝説のグラスバーバがいるということは誰もが知っている。大霊との意思疎通に最も長けた人物だとな。そして大霊は八神の国に関する多くの知識を持っている。大霊、八神の国。なぜ八神の国の知識が必要なんだ？お前の知るべき範疇かどうか判断しかねる。僕に命を助けられたことを忘れるな。ファデュイが恩知らずな輩だとしたら。人は嘘をつくが
魂は違う。僕が感じ取った限り、君の魂はずっしりしていてまっすぐだ。お前は確かに名言の主のものだ。請求に結論を出してしまったことを詫びよう。思っていたより有能なようだな。では行こう。お前が計画に参加するに足る器であるかどうか見せてみろ。そんな方法があるとは。試してみる価値はある。ああ、ズタズタになった地脈を網を編む方法で守るのではなく、もっと根源から解決する方法。地脈の再構築か。私のことを負い目みたいに思ってるのね。みんなに助けられて生きてきたからって恩返ししなきゃとか思ってるんでしょ。それはただの独りよがりだって言うのよ。ほんと意固地なんだから。そんなくだらない思い込みで私のことまで避け続けて、羽が生え揃ったからって好き勝手できるとでも思ってるのかしら。そんな風に育てた覚えなんてないわ。二度とあんな真似させないから。二人とも頑固なところはさすが家族って感じだな。それ褒めてるつもり？頑固さで言えばあの子は私の足元にも及ばないけどね。話を戻すけど、さっき聞いちゃったあれとんでもない話ね。ああ隊長のやつ、地脈を再構築するとか言ってたぞ。本気なのか？でも再構築って一体どういう意味だ？運命の食器みたいなものか？それで本当にアビスの問題を解決できるのかな。運命の食器？説明するのはちょっと難しいけど、カーンルイヤの装置なんだ。不思議な力があるらしいぞ。とにかく地脈がいじられたらナタのみんなが影響を受けるだろ。それってすごく大変なことなんじゃないか。つまり隊長は最初から最後まで嘘はついてないってことね。オロルンの記憶もそれを証明してる。なんで隊長はそこまでしてナタを救おうとしてくれてるんだ。とりあえずマービカに知らせないとだな。うん、一刻も早くね。